新潟県糸魚川市の現場上空にいます。昨日の夜の暗さで分からなかった状況も一夜明けて見えてきました。JR 糸魚川駅からですね、およそ300メートルにかけて焼け焦げた跡がかなり広がっていまして、今回の火災の凄まじさを物語っています。そしてですね、現在も消防の方が消火活動に当たっています。丸1日経った今もですね、煙が少しくすぶっていまして、消防の方が消火活動に当たっています。火が上がっている様子は確認できないんですけれども、丸1日経った現在もですね、煙が上がっている様子が確認できまして、消火活動が行われています。そして、被害が少ない建物もあるんですけれども、これは火に耐性が強い鉄筋のコンクリートでできた建物だと思われます。今回の火災、木造による建物と鉄筋コンクリートでできた建物ではかなり被害に差があることが確認できます。現在も消防の方が懸命に消火活動に当たっています。かなり広範囲にわたって住宅に被害が及んでいることが確認できます。昨日の夜の暗さで分からなかった状況もですね、現在一夜明けて確認できるようになってきました。 JR 糸魚川駅から伸びるメインストリートにもですね、多くの消防車が止まっています。現在も煙がくすぶっていまして、懸命に消火活動が行われています。ホースが伸びていまして、ところどころで上がっている煙に対して現在消防の方が消火活動に当たっています。丸1日経った今もですね、火は上がっていないんですけれども、煙が何箇所か上がっていまして、消防が分かれて現在も消火活動に当たっている状況です。